おはようございます。ランチです。今日は2回目の休日 Vlog です。今日は朝の準備から友達と映画を見に行く予定なので、その休日 Vlog を撮っていこうかなと思います。まずはもう化粧から始めていきたいと思います。最近化粧水を変えたんですけど、マクセリーの化粧水を今は使ってます。朝なので顔がめちゃくちゃむくんでるんですけど、ちなみにもうカラコンは入れてるんですけど、最近カラコンを使い分けてて、今日はこのカラコン、多分韓国で有名なやつかな、 ANW ワンデイブをつけてます。このカラコンはいつも使ってるカラコンより着色直径が小さめで、いつも 14.5 なんですけど、これ 14.2 なので、ちょっとナチュラルめのカラコンですね。どちらかといったらいつもはベージュ系のカラコンつけてるんですけど、このカラコンはちょっとグレー寄りのカラコンです。休みの日はコロコロカラコンを変えてちょっと冒険をしてます。いつもそのカラコンによって雰囲気も変わるし、どのカラコンが自分に合うのかなっていうのを試してますね。最近オニューで買ったこのヘアバンド、めっちゃ可愛くないですか、クレヨンしんちゃん。最近クレヨンしんちゃんにハマってて、携帯ケースの、携帯とケースの間にクレヨンしんちゃんのステッカーとか貼ったりしてるんですけど、今マイブームがクレヨンしんちゃんです。イムスフリーのお粉をいきます。ちなみに今の時間はもう1時なので、ちょっと遅めの今日集合です。下地が終わったので眉毛を描いていきます。今日は雨予報だったんですけど、めちゃくちゃ晴れたので何をしようって感じなんですね。映画まで、なんかもともと雨予報だったので映画を見に行く予定にしたんですけど、でも映画は見たいのでその予定は変えずに、映画までの時間何しようか今考えてます。ちなみに今日見に行く映画はキングダム、それを見に行きます。でも公開した時からずっと見に行きたくて、で私ネットフリックスで全部見てたんですよ。早く見たいって思いながら、なんだかんだ行くタイミングがなくて見に行けてなかったんですけど、まだ上演してるっていうことでちょっと見に行きます、急遽。皆さんキングダム見ましたか？アニメはなんか惹かれないんですけど、実写版は結構好きで、それこそ何でしたっけ、忘れちゃったちょっと出てこないですね。あ、思い出した、あれ、東京リベンジャーズ。もうアニメは見たことなかったんですけど、実写版は映画館で見たし、アニメよりやっぱ実写版の方が好きですね、私は。やっぱアニメでやってるやつって、アニメが好きな人、漫画とかが好きな人って実写版って面白くないって言うじゃないですか。でもそれを見たことない私からしたら面白いんですよ、ちょっと。しかもキャストがめちゃくちゃ
いい、イケメン。それこそ今流行ってる俳優さんが出てるから、出てる俳優さんで選ぶかも。もともとめっちゃカフェに行ってたんですよ、私、休みの日とか。でも最近はカフェに行くことが少なくなって、昼間出かけることが少なくなったかも。夜ご飯に行ったりはするんですけど、昼間はお家でゆっくり過ごして、まあ、夕方ぐらいに外に出ることがちょっと増えた気がする。やっぱ休みの日1日1回は外に出ないと損した気分になるんですよね。夕方ぐらいに、うわ出かければよかったって思うんですよ、絶対。そう思いたくないから、一回は外に出たい。あと化粧をしたい。化粧するとモチベが上がるんですよ。でも化粧せずに一日終わっちゃうと、うわ何やってたんだろう今日って後悔しちゃうから、一日一回は化粧したいですね。一時期めっちゃ肌荒れしてた時期があったんですけど、ビタミン C を取るようになって肌荒れするのがなくなりました。なくなったっていうか頻度が減った。今も肌荒れしてないし、やっぱビタミン C 取るのって大事なんだなって思いました。それこそ一人暮らしなので、一番は自炊してちゃんと栄養を取るのが肌にはいいんだろうけど、まあ、なかなか一人だと自炊することも少なくて、なんかそうなるとやっぱりサプリに頼っちゃうんですよね。でもビタミン C ぐらいだったらいいかなと思って、ビタミン C は毎日取るように今心がけてます。メイク完成しました。意外と時間がないんですよ、今日ちょっと起きるのが遅くて時間がないので、この後髪の毛をセットしてビーニーをかぶろうかなと思ってるので、ストレートのアイロンをかけて着替えて友達と合流していきたいと思います体めっちゃちっちゃいのにヨタヨタして運んでるんです。それを観察してる。今から映画見に行くんですけど、映画の時間があと少しになったので映画館に移動していきたいと思います。行ってきます。映画館に到着しました。今から、はい、キングダムを見に行きたいと思います。
ったポップコーンと、あと飲み物とホットドッグとチュロスを買いました。今チュロスは持ってないんですけど、たくさん買ったので映画楽しんでいきたいと思います。はい、帰ってきました。もうキングダムが超感動するし面白すぎてもう一回見たいぐらいのレベルなんですけど、号泣。本当にまだ見てない方ぜひ、ネットフリックスとかでしか多分やってないと思うんですけど、配信されたらぜひ皆さん見てください。マジでおすすめです。で、今回はリアさんと私の2人の休日 Vlog だったんですけど、次何か機会があったら3人で出かけてる休日 Vlog を撮れたらいいなっていう私の個人な意見です。その機会があったら動画を楽しみにしててください。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。